皆さんこんにちは。さあ今日も始まりました第12回聖なる昼のおしゃべり、イエーイ。はい、 MC の聖山ゆまとアシスタント MC です。みんなで頑張っていきましょう。うるっさ、めっちゃ素が出た。すごいびっくりするぐらい素が出た。ちょっとここに座ってくるの、うん、はい、ということでね、今回は生放送です。久しぶりの、最近ねずっと事前収録だったからなんか変に緊張しちゃってバクバクしてます。もう語彙力すごい下がったよね。はい、ということでまずはね、まあ、皆様ご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。先日あのツイッターの方でね、緊急入院をしましたっていう風にお知らせしたんですけれども、アナフィラキシーショックとギラマレー症候群の併発ということで、ちょっと数日間入院させていただいてるかもしれない。ありがとうございます、本当に。まあ別にダダこねて退院したとかじゃないの、本当にちゃんと正当にまっとうに退院しました。大丈夫です。ということでしばらくね、あのライブのパフォーマンスとかが、杖が今必要な状況で、歩行合ってる言葉、うん、多分合ってるわ。まあいいや、伝わるでしょ。どこどこするのに杖が必要だから、ライブパフォーマンスがね、ちょっとダンスができなくて歌のみになったりするんですけど、あのこっちでもうしっかり勝負していくんで。もうベロが動かないよ、やばいね、変に緊張してる。これ5分間もさ一人で喋れそう、大丈夫そう。いや、なるべくね3分ぐらいはね喋りたい気持ちなんですが、あ、いいこと思いついた。今日の天気は晴れです。すごくなんか青っぽい、空めっちゃ青い、いい日だ。すごいいい日だよね、空が青いって。なんかね、最近の出来事って全然なくて、アシスタント MC がいないっていうのがこんなにも悲しいことなんだなって思ったぐらいで、今日はねアシスタント MC のゆみなみゆみなさんはちょっとお休みなので一人寂しくやっております。だからこれも自分のね成長できるね、チャンプルきっかけみたいな、まあ通じるかにしていきたいなと思っております。はい、でね、はあ、ま、あ、3分経った、ごめんね、なんかこのカメラ越しに3分経ったとか言って、今回ね、まあ、久しぶりの生放送ということで、まあね、ゲストさんを誰を呼ぼうかな、どうしようかなって考えてる中で、前回の放送、第11回の放送で私ミュージカルにミュージカルに出演しますって告知をしたんですよ、僕で。まあ僕はあの月組 あのシンデレラ役をさせていただくんですけど、シンデレラと3人の御曹司っていうタイトルの舞台なんですよ。あ、そう、今ね出してくれてるんですけど、もうこれね、あの面影が全くない真ん中が僕です。はい、これに寄せていきます、あと1ヶ月半で。はい、でまあこの舞台の告知していきたいなと思って、どうしようかな、待って、御曹司呼ぼうぜって思ったの。でもこれ月組星組があって、御曹司って何人存在するんだ、1,2,3,4,5 人存在するの。だから今月と来月で2回に分けてちょっと紹介していこうかなと。しっかりあれだよ、同じね座組のね仲間としてもそうだけど、僕は変わりません。しっかりと今回も勝っていきたいと思います。まだ勝ったことはありません、ゲストさんに。ということでね、早速もうみんな僕一人飽きちゃったと思うので、お呼びしていきたいと思います。御曹司の皆様です。こんな紹介の仕方、すいません、マイク失礼します。失礼します。大丈夫そう、喋れてた、大丈夫そう。大丈夫です。全然大丈夫じゃない、大丈夫かな。もう笑いこらえて、お願いします。はい、ということで、はい、今回のゲスト、
あ、判定してんのか。そっち側から沢柳健さん、福山雅子さん、はい、森龍太さんの全員御曹司さんですね。はい、お願いします。君は首ちょっと寂しかったから、ね、かわいそう、いなくなっちゃったということで、早速なんですけど、一人ずつ自己紹介をねしていただこうかなと思います。はい、はじめまして。今回このミュージカルで月組と星組のひろゆき役、御曹司のひろゆき役ですね、やらせていただきます、沢柳健と申します。今日は座長のところに来れるというところでね、すごく光栄なんですけど、ぜひ今日一日よろしくお願いします。そういえば座長って僕行ったことないわ。公に公に行ってないわ。そういえば座長の方なんで僕からちょっと不安でしたけどね。最初から聞いてないことだけを願ってた、ずっとどうか聞いていませんように。しっかり聞いてました。はいはい、あれですか。ご覧の皆様こんにちは。かわいい。今回のミュージカルシンデレラと3人の御曹司で、星組の、海人役、3人の御曹司の1人の海人役をさせていただきます、奥山雅子と申します。今回エマさんからお声掛けをいただき、すごくね、やっぱりこうやってこの番組を通してね、シンデレラと3人の御曹司を見に来てくれる人が1人でも増えたらいいなと思い、今回ね、ナンパしました、はい、なのでよろしくお願いします。見どころですよ。だって、はい、今こうやって見たらさ、ただの可愛いお姫様じゃん。ただの可愛い女の子が御曹司になる。こっから男の子になる目が見えない、ね、いやこれマジ見どころ。確かにね、もうね、知ってるもんね、あのビジュアル撮影、ね、確かに、そう、ビジュアル撮影の時、ね、僕見てないの。僕だけ見たら見たいの、ね、ですね、悔しいのがここは班が違うんだよね。そうなんですよね。組星だもんね。星ボール付きなんで。そうなんです、悲しい。はい、ということで、あ、どうぞ喋ってください。満を持して、はい、今回、月組の、悟り役をやらせていただきます、森龍太と申します。よろしくお願いします。めっちゃね、ヘッダーがね、マリオなんだよ、ね、本当だ、ね、思った。ちなみにこれはなんでだろう。なんとなく、超なんとなく。うん、すごいなんとなく。で、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あ、そう、エマさんに急遽ね、呼んでいただいてね、ありがとうございます、はい、急遽、ありがとうございます。マジで急遽だからね。番組始まる2時間前に電話しました。、うん、ごめん、浅草。今日普通にさ、稽古、その舞台のミュージカルの稽古で、僕そっちに向かってて、そうね、その途中でね、その浅草橋の本当に着く10分前、浅草橋に通り過ぎる10分前ぐらいに電話来て、ね、今日出ていただけませんかと。まあ嬉しいことなんでよろしくお願いします。ありがとうございます。よく来れた、本当にすごいね。その時間で、本当にすごい、素晴らしい。もう緊急緊急って言って、電話かけたから緊急です、緊急ですって言って、誰だこいつと思ったかもしれない。お願いします。はい、ということで3人の御曹司の方に来ていただきました。お願いします。お願いします。過去最多人数ゲスト。あ、そうなんだ、そう、いつもアシスタント MC の子がいるので、うん、最大でもゲストさん2人だった。うん、今回3人ってすごい多いから、ちょっとさばききれるか不安だぜ。不安だぜ。エマさんの腕にかかってますから、ね、2人にしてます。いや、一番 MC させちゃいけないアイドルって呼ばれてるから不安だな、今日大船に乗ったつもりで来たな。そう、だからみんながさ、来た時にさ、すごいさ、真剣に、いやもうほんと緊張しますね、頑張りますみたいな、いい、全然全然これだよって思う。ちょっと一人でやってるのを楽屋で見てて安心しました。緊張が取れた。何言ったらいいか分かんなくて、なんか天気予報してた。しかも歩行と徒歩みたいな、徒歩って言いたいんだろうなみたいな、徒歩って言ったらもうチャンスって言いたかった。あ、チャンス、すごい、全部バレてる。チャンスかチャレンジ教えてよ。そこで聞いてる。そう、答え言ってくれる人がいないからさ、もう自分で解決できなくなっちゃって、あー、もういや、結局諦めた。いや、台本がないものは苦手。本当に、まあ、はい、そう、せっかくだからね、はい、みんなに知ってほしい。いつもはね、もうちゃっちゃかちゃっちゃか、なんか仲いい人たちを今まで呼んでたから、みんな絡んだことある人ね。せっかく、多分みんな初めて見ると思うんだよね、この御曹司たち。本当にそう。だからちょっと伝えたい、
この世界に。この世界に伝えたい。伝えたいこの世界に。大丈夫この世界に。僕たちの理解ができる。まあなんとなくわかるわ。この世界にこの3人ってどういう人なのっていうのを伝えたいんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でそれでねきっかけで、はい、これを見てる人がチケット買って来てくれるかもしれないから確かにお願いしますぜひ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 でしょ浮気すんなよ一番嫌なタイプそうでなんか、うん、調べたの人と仲良くなるための質問って Google で調べてその段階は調べて、うん、今まで結構さ僕自身も稽古でしか絡んでないからさそういう劇の、まあ確かに話しかしてなかったと思うんで、ね、あそこってどうなの、はい、ここってどうなのとか、うん、だから僕名前以外知らねえなと思ってあら意外とあまあ確かに名前と性別性別は見たら性別はあれ、はい、年齢とか年齢おあ曖昧で知らない確かに年齢は曖昧だ大丈夫な人公表あ年齢は大丈夫あ公表されてる大丈夫です僕ちょっとあそう全然 OK だ OK 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 ね OK え、ちょっとそれ知りたいわちょっと、え、沢柳君はは、今25ですそうなんだマジで見えないっすよねどっち下に見える、もっと下に見える下に見える確かにそれは嬉しいでも結構言われるのは、うん、30ぐらいに見えるとかって言われてない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 こんな若い30歳の幅ないっすよねじゃあ25には見えないんだ25には見えないね年上だろ嘘え、マサいくつですか僕はいくつに見える？だるすごいだる僕は24歳あ、じゃあ1個今年25、ああなるほど僕はすごく上に見られる27、8に見られるそこまではないんじゃないですかね喋ったらでも同じぐらいかなぐらいで思ったけどやっぱり今回こう仕切ってくれる分ちょっとそうだね、見えるみたいなところは多少お姉さんに、ね、さんに安心して、はい、これからは年下だったっていうそれ相応の対応に奥山ちゃんは私は今23ですおお、じゃあ3、4、5思ってたより上だった、もっと下だと思ってた確かに20歳とかそれぐらいだと思ってたあ、でもよく学生と間違えられるんですよ、そうそうそう本当に可愛いもん、だってキャッキャッピしてるもんね確かに、フレッシュそう、フレッシュなのなんかすごいわ。えでもですね、あの今日ゲストで、うん、載せていただいた宣材写真あるじゃないですか、うんうん、あれ前髪上げてるじゃないですか、うん、前髪上げてると結構大人に見られる、うん、あでも確かに思った今日ちょっと下げてる大人っぽいなって大事なんだな前髪見てよ画面このさフレッシュさなんかもうこれ確かに印象変わるね印象全然違うわ違いませんか全然違いますよねいいなあの感じ僕も欲しいあのフレッシュさでもさ多分だけどこの今の並びで見たら俺が一番年上に見えてる気がする確かに俺がすごいさすごいいつも年上に見られるから声の音が落ち着いてるから実は22歳で22歳最年少若いそうこの中で言うとそうなんだけど多分俺27とか28くらいに見られる全然納得できる落ち着いてるからねいや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 いいなその落ち着きほらあれもあれもあるしだほら何あれで、はい、身長あそうそうそう身長ね体の身長すごい、 いよいよみんな安心だエマゴが通じる言いたいことはねちゃんとカバーしていきましょう。ちゃんと今日はね、すごいカバーしていきましょう。アシスタントがいなくても大丈夫だ。やっていける。やっていけるか。この舞台は安全です。安心して安全で安心して見れます。エマが暴走することはありません。暴走抑える側の。月組限定。確かに月限定よろしくね。よろしくお願いします。うん、止めてでもそうだ。ここ県民だから。県民なんで。ここあそっかそっか。そっかそっか、あ、そういうことね、そこまで、あ、月で本番はここが全く同じ回に4人全員出るっていうことはない、ね、そう、うん、だから全員ね、でもなんか次回も呼ばれるんですか、その御曹司の方、そう、呼びます確定だ画面越しでいただきます、呼びますせっかくだからね、舞台前ってもうこの今月と来月の放送分しかないから、まあ終わった後もね、出ても面白いと思うけど確かに普通に遊びに来ましたぐらいの人いや
まあ、終わってからの印象もまた変わるかもしれないし、ね、どうでしたか、うんうん、あとちょっと達成感でちょっと解放感がある、ね、あるかもしれない、今回余裕あるかもしれない、なんか水飲みながら入ってくる、はいで終わる、はいで終わる、飲み会来たみんなもうお酒片手あっす今昼ですね、それでもまあまあまあそれでもいいと思いますお昼のね、お昼時ですけどね、聖なる昼だから聖なる昼です、エマさんのラジオだと現実になりそうでちょっと怖い、うん、エマさんだとやりかねない、やりかねない、やりかねないでしょう、恐怖感だってもうすごい番組なのになんか食べる企画をしたせいでその食べてる間の3分間誰も喋らないっていう、怖いシュール聞いてる人これなんか通信おかしいのかなみたいなそう、だからみんな映像見てこいつら何してんだろう食ってるみたいな、そうただ食べてる人たちすごい死にそうな顔して大食いしたから大食い時間だよラジオの無言本当は怖いはずなのに、そう、ね、まあ映像があるから救われてる、これで本当に音声だけだったらいなく誰食べてない衛星マールみたいな、あのここにちょうどいいね、エメスケスマール、もういいよ、もういいっすよ、無理はしないから、ね、いいこれがうちの座組です、はい、みんな安心してると思う、あ、よかったみたいな、多分みんな思ってる、エマちゃん大丈夫かなみたいな、きっとみんなに迷惑かけてないかな人と喋れてるかなちゃんと全力でカバーさせていただくの、周りが把握してくれてます、はい、徐々に慣れてきました、徐々にね、でも稽古では僕はあのあれだよ、そんな出してないから、僕確かにそう、すごい、あたかももう真面目みたいな、いや、真面目？大丈夫そう？大丈夫です真面目に、はい、とも言えるわけでもなかった大丈夫と信じましょう、うん、まあ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 、いけそう、うん、いけそうではある、うん、僕、2024清楚って決めてるから、どういうこと？なんで清楚？2024年は僕は清楚に生きるって毎年言ってるの、今のところはどうなんですか？今のところ、うん、誰にも認めてもらえない黙れって全国の清楚に謝れ、シンデレラの今回のシンデレラ役を通して捨ててそうなればいい、ね、いいこと言うね、いいこと言うじゃん、ね、年下に言われた、俺が言いたかったな、22歳です、しっかりしてるね君めちゃめちゃ綺麗だそうな、今ありがとうございます、すげえわ、いやこういうさ可愛い格好もしたいのよ僕待ってこれ前回と同じ言わなきゃ、シンデレラだったら言わなきゃ分からないです、あ、違う違う、ほらグッズだから、あ、確かにユニットのグッズだからすごい意識高いように見える、うん、って意識高いんじゃなくて、じゃいけないんだ、そうね、言わなければ忘れて忘れてね生放送だよまあ大丈夫、2週間アーカイブ先だから、ああ YouTube に上がるのが、2週間後にはきっとみんな忘れてる、僕が今なんて、だって僕も今なんて言ったか覚えてない、何を忘れてる話をしてるのか分かってないから大丈夫なの、水飲んで大丈夫ですか、あ、飲んでください水分はとても大事です、あのすごい、はい、あのエネルギーが生まれるいやちょっと今かっこいいこと言いたかったの、すごいさっきのシンデレラにあやかりたかった、そう、俺の乗っかったのね今なんかあのちょっとお、こいつ実は頭いいんじゃないかみたいな感じを出したかったの、もう無理だよ、俺もそう思います、無理、もう無理だよ、だってもうチャンス、いや、まだ取りに返しますよ、まだいける、まだいける、え、僕ってさ、頭いい目合わせられないまださ、そんなに絡んでない人にもこう思われてんの、頑張るわ、この放送の10分でなんとなくそうですね、もうちょっと分かっちゃう、僕らを見て普段見てくださってる方も多分あ、だってシンデレラの方、あ、こういう方なんだな、確かにもうバレてる、どういう方、こっち側の知ってる人たちも、あ、こういう人なんだ悪いようには思わないと思う、そうそうそう、いい、はい、いい、いや、本当に素敵な座長なんで、え、もう大丈夫です、最近もう100マスです100マスちょっと、はい、行きましょう、100マスとは行きましょう、よしきれない、まだ、まあ、まだありますが、うん、今はこんなですけれども、はい、まだあの成長していくか、成長していくかもしれないってあれだけど、成長まだ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 育ち盛りです。そうだね、僕は最年少全力の方。そうですね。悲しい。いやでも、うん、やっぱこの番組の、はい、頭として頭頭と座長兼頭頭って言い方よ。頭ヤンキーの言い方。頭として、はい、番組の、はい、頭として。はい
僕は毎回この番組でゲストさんと勝負をしてるんですらしいですね。どうやらそうなんです。いやごめんね、大事な仲間だよみんな、はい、みんな大事な仲間なんだけど、そう勝負するんです。あの高め合いたい、確かに。そして僕が勝ちたい、嬉しくなりたい、その思いで毎回戦いをしてるんですけれども、はい、ちなみに今どんくらいの戦績なんですか今、はい、0勝です。あれあれ何回、ちなみにそれ何回やってる。11回です。11連敗いや、あの引き分けがある。あーなるほど、あ、まあ、でも引き分け挟んで11連敗ってことですか。うん、いやこれは今日は安心だな。いやちょっと安心して。いや待って、今年の僕は違うよ。僕病院でいろいろ鍛えてきたから。それ何とも言えないよ。何を鍛えてました。何とも僕病院の天井の中の一マスのなんか穴が大体 何個あるかっていうのを発見して今あるこれこれ、あ、そう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 。だからそれかけるこの枚数ってことは、これかける枚数分の穴があるんだっていうのを発見することができた。すごい。ヒューってなってるんだけど、ヒューなのこれ。 SE に頼らないよ、まあまあまあ、うん。で、何やるんですか。成長したんです、はい、でね、はい、まあまず皆様、はい、役者じゃないですか。そうですね、はい、もちろん役者たるもの、はい、なんか例えばね、うん、笑っちゃいけないシーンってあるでしょ。あります。あります。まあまあまあ、まあ、絶対に笑っちゃいけない時、はい、あるとももが落ちる。何が笑うところある。大丈夫ですか。笑っちゃいけないって言ったら面白くなっちゃって、はい、笑っちゃいけないシーンあると思うんですよ、はい、ありますね、はい。で、まあ、今回の舞台も絶対笑っちゃいけないシーンってあるでしょ。だからずっと笑っちゃいけないんだけど笑って、まあまあそうですね、まあまあまあ、はい、まあ、ありますでも、ダメなところは、はい、はい、役者の皆様だったらまあ余裕、まあまあさぞかし余裕なんだろうなと。それはもちろんですよ、思いまして、うん、今回の企画、うん、はい、こちら、はい、絶対に笑ってはいけないごじっか。あのちょっとドク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 テイク2いきましょう。テイク2いきましょう。ジェジェ嘘でしょ。ジェちょっとやばい。嘘だ。はい、すはい、ゼットね、ゼット気を取り直して、はい、2、1、はい、絶対に笑ってはいけない 5W1H ゲーム。よっ、これも可愛いっていうことで言えた、はい、言えました。5W1H って知ってます？知ってます。僕実は昔あのラジオ別でやってた時に似たようなことを多分やってたのかなっていうので 5W1H はよく存じ上げております。強敵現れました。 5W1H っていうのは、はい、いつどこで誰が何をした、はい、だよね。あ、そうだ。あつだね、ウェア、ウェンみたいな W。 はい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 、とあります。あ、やめとやめとこ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 自爆するからそれ、うん、追い詰めてしまった。僕海外語は苦手なんだ。海外語、英語ですね。英語ですね。英語ね、はい、いつどこで それはね、まあ、はい、いつどこで誰が何をした4つあるじゃないですか。はい、はい、これをねみんなで1個ずつ出し合います。うん、でまあ出来上がるわけじゃないですか、文章が。はい、いつどこで誰が何をした、うんうんうん、それをバッて出すのね。なんか説明、まあ多分みんな通じるか、バッて出して笑わない、まあ余裕でしょ。だって別に文章ができるだけだもん。そうですね。大丈夫そう。めちゃめちゃ不安になるよ。今笑いダメ。いやちょっとやばい。今のうちに笑っとくな。そうそうそう、今のうち、まあ、自信しかないですね。もうそうだから別にただ文章ができるだけだから。そう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 ですよ。何にもおかしいことはない。そう、何もおかしいことはない。笑わずに。それでそれでね。いける。もう危ないよ。奥山ちゃんが。いやもう私は実はだいぶ結構ツボに浅い。これは僕の勝利来たか。いやちょっとやばいですね。もう男性じゃ今も負ける気してないですからね。ね、俺らはね、ね、ね、僕らはもう全然。もう。負ける気しないですね。そう言ってられるのも今のうちやばいやばい、ちょっと早くやりたくなってきてる。もう座長の紙面期限遺言遺言あーごめん無理名言だ名言かない遺言にかけて。それはそれが言いたかったの。遺言を食べて威厳食べて頑張ります。威厳食べますか。威厳食べても威厳は出てくる、はい、ということでなんかまあ笑った
判定って難しいんだけど、まあ声出すのは絶対ダメだよね、はい、あのこらえるのは OK ですか、うん、歯が見える声が見える、これをダメにしましょう。歯が見える一回じゃあみんなその笑わない顔を真顔になったら、まあこれがオーソドックスなんで笑ってるやん、ね、いやあの今カメラ目線でよかったカメラ目線でしました、もう練習があったらね、うん、一回やってみようとね、はい、思うんです、はい、やりましょうやりましょう、僕やったことないから まずねこれみんな大好きマッチ、うわマッチ大好きなんですよ本当にマッチ言ってます、僕もマッチ言ってたやば、最近これ毎回負けたらとかはあるんですか、あこれまああのちゃんと集計するんですけど、まあ、笑った回数が一番多かった人、はい、まあ、もちろん罰ゲームの方あります、はい、まあ、今回ね御曹司がたくさん揃ってるということで、はい、僕が確実に負けないことを想定した罰ゲームです大丈夫かそれ、はい、あのカメラに向かって全力で告白してください、はい、うわ絶対負けませんそれは絶対にもいい、それは嫌だ、負けない負けない、御曹司の告白もうみんな欲しいでしょ、御曹司大丈夫だよ僕は負けない、え仮にエマさんがもし負けてしまった場合はどうしますか、エマさんが一番今としてやるってことでよろしい、いや それ決める必要ある、あじゃあその時はその時、まあ、その負けるわけがないですから、いや負けるわけ、自分で考えて持ってきてますもんね、そうそう、負けない負けそう、ま負けそう負けそうだな、でもねちょっと俺もさっきあの真顔してみようって言って真顔した時口角なんかピクピクしてた自分やばいよその時に森くん見てたらもうすごかった、もう一人だけなんかあのね本当に映しちゃいけないぐらいのすごいなもうだからなんか一番強敵は彼かもしれない、いや俺全然大丈夫、はい、いやだとりあえず、ね、もう練習がてらありがとうございます、はい、とりあえずなんか何回か使えるように上の方に書いてもらった、はい、あなるほど、とりあえずもう席順で、はい、いつどこ どこで誰が何をしたを書いてもらって、別に、はい、笑わせるを狙いに行くのもあり真面目に書くもあり、はい、これさ見えたら意味ない、これあのだから一人ずつ書いて、はい、書き終わったら隣の人にトントンってやってください、なんでちゃんと見えちゃうじゃない、見えちゃうじゃない、見えるから沢柳くんの家の中にこうやって、はい、なるほど、ね、ああえこれは僕は書いたら隠してまだ視聴者の人にも見せない、見せない、了解です、これ私めっちゃ見えるそれじゃあ僕がいつどこで誰が何をしたかですね、どこ、まあ、いつどこでとりあえずサクッといきましょうか、え私めっちゃ見える大丈夫です、視聴者の人もこう見ないようにしてくれるっていう信頼関係の、ああそういうこと、ちなみにこれどの辺までなんか見えるようにした方がいいですか、見えた方こうしたら見えんじゃない、あ多分ここの方がいいこっちだ、あこれ横にしますか、はい分かりました、はい、はい、どんどん書いていくから、うん、そんな大きくならないけどね、じゃあまず書いてますね、はい、うーんこれね、あだんだんみんな目つぶってた会話しようと思ったら目つぶったんでサクッと口動くから、そうだ口動かしながら、口動かしながら、とりあえずサクッとね、はい、はい、進んでますよペンが、はい、なんかめっちゃ書いてる、めっちゃ書いてる、いつですもんね僕がいつ、国語の授業でやんなかった、やったやりました、授業で小学校かな、はい、なんかやるよね、ちょっと待ってくださいね、起承転結とこれ何が違うの、 5W 日に起承転結はなんかあの物語のつながり的な、うん、あーそうなんだ、出会う恋をする振られるでも付き合うみたいな、あそうそうそれ、なるほどね、はい、ちなみに書けましたんで大丈夫です、はい、隠してます、すごい大丈夫ですか、 PDCA みたいなもんか、はい、じゃあいきますよ僕は目つぶってないですね、そう、はい、OK です、はい大丈夫です、 OK です、私はどこですよね、どこ、そう僕がいつを書きましたね、ってことは僕はんいつどこで何、エマさんは何をです、えあれいつどこで誰が誰が僕は誰ね僕は誰は僕は誰だ話が変わってる、誰ね、どうしたかな、喋って喋って、はい、ちょっと私がすごい緊張しちゃう、ちょっと待って、あすごい無言の目つぶってる人周り無言になると誰もいなくなっちゃうかなっていう気分になっちゃう、うん、どうしようかな、あ思い出した、うん、あじゃあちょっと書きます、誰が何をさ、どうしようかな、私はどこでこれ後半の方が考える時間があっていいね、確かにね、確かにそうですね、よいしょ、うーん何をした
どうしようかな。何しようかなって思った。何しようかな。よし。はい。書きました。いいですか。どこでまでできたんですね。いきます。どこで書きました。誰が。誰。何何しよう。いつどこで誰が何をした。あ、ん？カタカナ？ん？これだって。別の問題生まれてますけど。カタカナって聞こえました今。合ってるかなこれ。まあいっか。やばいやばい、めちゃめちゃ今もう。はい。真剣に。めちゃくちゃ行ってきました。最後。はい。僕はただ文字が合ってるかだけが怖いですね。図書場で殺しました。図書かな。いや、リュウタクにかかってるかも。あ、すごい、どうしようかな。すごい、どうしよう。すごい、何をしよう。最後何をしたか。そう、何をした。え、ちょっと何をしてくれるのか、リュウタクは。まあね、文章ができるだけだから。そうね。そうだね。笑わないなんてもう、茶茶の子。お茶の子さいさい。茶茶の子さいさい。茶の子さい。茶茶の子さい。お、なんか聞こえる。めちゃくちゃ天の音。めっちゃ聞こえる。めっちゃ書いてる。めっちゃ書いてる。はい、お、はい、はい、あと、これは紙は隠しましたか。紙隠してない、隠してない、ちょっと待って、はいはいはい、隠してた、たぶん隠れてるはず、はい、隠れました。はい、じゃあ目を開けましょう。はい、はい、テーブルが多い。テーブルが多い。あー、世界明るい。あ、本当だ。おはようございます、はい、おはようございます、おはようございます、おはよう世界。ということで、まあ1問目なんでね、まあしっかり笑った回数のカウントはしていくんですけど、そう、はい、そうだね、笑ったらダメなんだもんね。練習がてら自然に笑っちゃいそうだった。いや、そう、なんで順番通りに紙を出す、そのセリフを言う、セリフじゃないわ、あの言葉を言うことを言う、その後もう声が出る、歯が見える、それアウトですね。はい、もちろん。わかりました。はい、じゃあここからもう集中しないとね。もうここから、はい、集中ですよ、これは。はい、役者なんでね、役者魂を、うん、はい、はい、もうしっかりカウントできるように、はい、はい、はい、ではやっていきましょう。はい、はい、第1個目、5W1H、はい、いつででん、昨日朝起きた時、うん、はい、うんうんうん、私言いますか。はい、ででん、アメリカでガラス越しのスタッフさんがアメリカまで泳いだ。ダメだ。ちょっと待って、かぶることある？なんでアメリカかぶった？なんでかぶるの？え、俺がダメなのかこれ。どこまでとか言ったらダメなのか。だってどこって言ったらアメリカ。泳いだだけの方がいいんですか？泳いだ方がいい。あ、俺が悪いわこれは。これは俺が悪いよ。もうちょっと俺耐えられなかったわ。俺だから、俺はもうアメリカでって言った時点で俺もう何その奇跡。これちょっと、これはちょっとね、いや、これはあのなんか文に笑ったとかじゃないよね。起きた奇跡に笑った。そう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 、あの奇跡、そうなの、ミラクルミラクル、そこでかぶる。しかよ、こんなに仲良しかよ、こんなに仲良しですね。お腹痛い。いや、これはどうしましょう。これ何、これ何、これは、そういえば言ってなかったんだけど、全部発表してから30秒間の勝負なので、はい、言って、これ開始2秒でダメだった。でもこれに関してはもう残念ですけども、皆さんダメですね。あ、はい、じゃあ皆さんダメましょう。これはちょっとしょうがない、さすがに。こんな、はい、今のはちょっときついな。ずるいよ、合わせたかと思ったもん。アメリカで、アメリカで、アメリカで、俺が悪いよ、泳いだだけ、泳いだだけです、すいません。アメリカで、アメリカで泳いだことない。ごめん、文章下手なやつ。ごめんね、このゲームをやる以前の問題だった。ごめんなさい。はい、じゃあ、ね、はい、ということで、はい、次、今度おけいまちゃんが、はい、いつ、どこで、誰が、何をした、何をした、はい、誰がね、はい、え、なんさっき何て言った。僕、ガラス越しのスタッフさん。ああ、こっちにね、はい、ガラスって感じ、あ、感じじゃない、カタカナ合ってるよね。合ってる、合ってます、合ってます。全て悩んでたんですね。あ、そう、このでもあのね、越しの方が違うと思います。あの、越しが黒になってます。
一回見せてあげて。あれ見ガラス心配すべきはカタカナだって。あの漢字の方です。正しくは正しくはあわかりますかね。こっちなんですよね。越後の越つ。越後の越つ、うん、合ってると思う。そうってます。惜しい惜しい。越後の越つ。越後の越つ。よし、はい、行きましょう。じゃあちょっとこれは消していきましょう。僕がいつどこで誰が何をしたかですね。私はいつ。そう。あ、じゃあ私から先に、うん。ちなみにこれ出すときはなんかごちゃごちゃに。大丈夫大丈夫いいよいいよ大丈夫で、はい、あじゃあいつですね。行こう行こう行こう。じゃあ目つぶりますね。はい。いや奇跡だったねさっきのは。いやあれやばいね。俺が悪いんだよね多分。本当に俺が場所まで出したもんね。確かに。そうだね俺が悪かったわ、ねいつ。多分人生で一番綺麗に吹き出した。いや間違いない。あんだけ余裕ぶっこいてた。本当だ。俺もが一番最初に吹いた。俺も一番あれだったけど余裕だったけど余裕だと思ったけど。あとねこれ。耐えてる時にモニター見るとみんなの顔が見えて笑っちゃう。それだよ、ほんまにそうそう。もうめっちゃさ、めっちゃ耐えてるからそれを見て笑っちゃう。もうめっちゃ、もうエマさんが一番笑ってたよ、最初から。顔がもう放送事故になっちゃう。マジで笑ってた。もう放送事故になっちゃった。エマさんに関しては2個目のアメリカ出る前にもう笑ってた。そう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 、もうね。マジで笑ってた。ケン君のところで笑ってたからね。はい、じゃあ。いつがかけた。いつかけました。はい。パナ。んパナまで。どこね。場所ね。場所です。漢字間違えないでください。カタカナも、ね。あんなにカタカナの心配して大丈夫ですよとか言ってちょっと右見たら漢字が違う。俺誰だ。はい。できました。次お次誰だ。はい僕です。はい。行きましたか。はい。はいアメリカでそのさっきのねアメリカ忘れないとね引きずっちゃってやばいのやばいマジアメリカやべえこれこのまま行くとだって4人で告白もう4人でどんどんそうなった場合は、はい、これあの MC っていう配慮で僕だけやんないっていう手もあるんですけど MC という配慮でエマさんだけやるいやそれはやばいあどっちかですねそれはもうそうなったらじゃんけんだよ確かに恨みっこなし恨みっこなし、はい、できましたじゃあ何をした目開けますはい、まあね、考える時間もみんな目つぶってる時手伏せてなかったんだね俺だけ手顔隠してたあでも私も最初だけ最初やってたけどちょっと疲れてきちゃったいつどこで誰か何をしたんですね、いや俺も今手隠してないわまあ目つぶってるでは大丈夫なんか目閉じてる顔って意外となんか恥ずいかもね確かに顔隠しとけばよかった方法してる恥ずかしいはい描けましたはい、はい、目開けますはいはいはいじゃあはいどんどん行きましょうはい行きましょうはい行きましょうはいじゃあ笑わないのかあ私ですね上の、はい、上のいいですか行きますよはいはいいつミュージカルの本番でうわちょっとせん公衆トイレでん？あ、後ろのキャラクターが踊り狂った。踊り狂った。これ30秒でしょ。これダメでしょ。これアウトでしょ。終わったダメですねアウトでしょ今の終わったエマさんいや奥山さんもなかなか、ね、なかなか俺ら多分俺らは本当にマジで笑ってないと思うマジでだって今歯を見せてない歯見せてない今の足がもうドク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 え後ろの客ってあこれかあそうこれかえも今のはどうなりますか誰に聞けばいいんですかこれはお、ま、なんか2人アウト え私もですかあえ僕だけエマさんだけなんで待ってこれはやばいエマさんだけアウ ト, アウトあじゃあエマさんが今一歩リード待ってそれは待ってそれちょっと待ってそれはやばいこれはやばいこれは審判をもうスタッフさんに聞いてみますそうだね30秒経ったら
確かに合図してもらえますか。やばい、私たち喋れないんで。死ぬ公衆トイレ、しかも行動トイレ。そう、行動トイレってなんすか。途中で気づいてさ、共同トイレなの言おうと思ったんだけど、これ言ったら笑うと思って言えなかった。ありがとう。え、行動トイレって何。公衆トイレ。はい、じゃあ1個ずれます。はい、僕から、エマさんがいつ、いちゅ、ゆうたくんがいちゅ、どこで誰が、はい、何をした、はい、誰が、はい、行きます。はい、誰が、はいはいはい、いつ、はい、あ、ペンの書く速度が速い。自信あるな、これ。お、はい、あ、ごめんなさいね。大丈夫か。はい、大丈夫、はい、どうしようかな。どこでっていうのは場所、ピンポイントな場所でもいいし、うん、日本でとかでもいいなら、うん、例えば、あ、なるほど、渋谷とか新宿とか。やばいな、いや、どうしようか、ちょっと待って。しかも無音の時間ついてる。ごめんなさい、僕今すげえ焦ってんの。ちょっとマジで僕が一番嫌なことなんだよ、カメラに向かって、はい、どうぞ。あ、ちょっと待って、はい、どうぞ。いつ、どこで、誰がね、はい、どうしようかな。これは迷うけど、やばい、やばいぞ。いや僕そういうキャラじゃないからさ。みんなにあの好きとか言うようなキャラじゃないから。いや、だからこそ多分あの見てくださってる方は多分いいんじゃないですか、ね、いや、ちょっとね、やばい、アーカイブ残るよこれ。え、これ2週間後です、ね、2週間後に言う。やばい、いいじゃん、かけました、はい、あ、誰がかけましたね。最後ですよね。いいです、そう、 OK です。やばい、え、何をしたですよね。やばいって、公開告白はやばいって。そのことで頭いっぱい、やばい、僕みんなの顔見て余裕ないもん、自分が必死すぎて耐えるのに。多分モニター見ない方がいいっすよ、うん、多分モニター見るとね、か、あの、もうカメラ、カメラ、カメラ、カメラですね、うん、カメラ。絶対お見せできない顔してるもん、僕こらえすぎて。ずっと鼻の下伸びてました。鼻の鼻の下伸びてるって言い方がない。何をした、意外と難しいよね。何をしたって意外と難しいですね。そう、場所とか入れちゃダメだね。だから動詞ね、動詞。なんとかしたみたいな感じ。思い出しちゃうからやめてよ、アメリカ。あれ奇跡だったな。はい、できました、はい、当てます。はい、はい、これ誰からだっけ、エマさん。あ、僕か。いつでもね、いきます。はい、はぁ、はい、この後の稽古で、このスタジオで、ひじりエマが寝落ちした。あー、いや、これはありえそうな文章だこと。いや、私もうちょっと、ね、笑いそうになったのに。どういうことだからさ、そう、だから稽古、この後の稽古でこのスタジオでっていうのが意味がないし。まあまあ、いつっていうのを、この後とか、この後、このスタジオで、そうだよ、落ちすんの。やりそう。いや、やりそうなんだよな。どっかで稽古してるのに、まさか今までこれ多分やりかねない、その で、今の判定は俺、結構怪しかったんだよな。確かに言ったか、怪しかったね。3人、どの3人、え、あの、ケイさん以外の3人がアウト。あ、マジで、よし、あ、アウト、あ、アウト。え、だから今エマさんが、こういうことか。エマさんが、だから2、1、2、3、2ってことです。そうだね、今回は俺だけ笑ってなくて、ね、他の3人が笑ってたらしいじゃないですか。おお、だからもうエマさんは多分時間的に次がラストかな。次がラストなんですよ。で、だからもうエマさんが、エマさんは確定でいいですか。違う、聞いて、はい、次で僕だけ笑わなければ。確かにね。あ、一緒にやる。でも一緒ですよ。で、そしたらもうじゃんけんします。やだ。それか、なんかあれする、次笑った人は、次笑った人は一発逆転みたいな。次笑った人全員やろ。よし、はい、よし、はい、
はい、くそ、いつ、どこで、誰が、何をした、あ、私誰で、あ、ちょっと待ってください、消させてください、誰だ今それ言ったやつ、え、私は誰で、あ、ちょっといつ、どこで、誰が何をした、もう、はい、次笑った人、全員告白、マジか、いつ、ね、はい、いつ、どこで、裏に書こう、これいつね、でっかく裏に書きますね、はいはい、最後だし、どこでか、いつ、みんな、御曹司の告白見たいもん、そう簡単には見せられるもんじゃない、いやーマジで安牌を取るべきだな、ひじりエマガはずるいよ、はいはい、払っちゃうもん自分なんて、いきます、いつどこでですね、僕がどうしようかな、うん、よし、今は笑って大丈夫今は大丈夫、まだまだあの見せるところから、もう何も見えないことが面白いの大丈夫そうですか、ちょっとエマさんが一番やばい気がします、エマさんはもう笑えない、あ、どこで、どこで書けました、誰、誰、私、どこでは書けました、私で合ってます、はい、あ、OK です、誰って一番難しくないですか、むずい、確かにね、あやばい、ちょっともう、ね、もう気持ち作っとこう、え、誰、今まで なんて書いてきた、誰って、エマさんと後ろのキャラクターと、あと誰、ガラス越しのスタッフ、なぜかみんなやっぱりここに、自分でもいいんですよ、自分でも、いやそれ言ったらもうなんかもうバレちゃうバレちゃうどうしよう、でもキャラクターだって企業風コンプレックス的にあれだし、いやだから難しいな、この場にいる誰でもいいし、OK でした、ちょっとこれに、はい、ちょっと前までですよ、まだですよ、さあラスト、はい、書けました、はい、もう最後、はい、じゃあ目開けます、待ってあれ最後の何をしたら、僕が何をした、そうだね、はい、じゃあ行きましょう、ちょっと待って、僕書いてない、僕書いてないから、僕書いてないから、目つぶってると分かんないから、そっかそっか、何をしたね、なんかもうさっきまでここで喋る余裕があったのにだんだんこのそう余裕がなくなって口角を下げることに意識が集中し始めた、あとで笑いこらえてる時ね、はい、若干ちょっと待って、はい、はい、いいですよ、はい、いいですか、はい、もうどんどん出していきましょう、はい、前で、はい、いきます、はい、いきましょう、来週、来週、うん、はい、次だ、次誰、天君か、次誰、ででん、母校の教室で、はい、ほうほう、ででん、サトルが、あ、ちょっと待って、文字間違えちゃう、はい、どうぞ、待って、はい、車を車飛んだ、車飛んだ、ちょどういうこと、なんで書きたかった、車食べた、うん、車どういうこと、ちょどういうこと、何もう一回ちょっと読んでいきません、最初から最初から読んでた方がいいと思いますよ、え、最初は来週母校の教室で悟りが車と、どういうこと、どういうこと、どういうこと、テンパった僕、車飛んだって何、車飛んだってなんすか、車が飛んだ、意味わかんないし、意味わかんないし、ほぼ笑ったよね今俺も笑ったし、めっちゃガチでマジでもう普通に吹いちゃった、サトル、あ、サトルです。サトルって御曹司の役、ね。御曹司の役です。そう、あの御曹司の誰かをやろうと思ったけど、あえて自分の役じゃなくてどっちか。サトルが俺、あの車飛ぶの、ね、来週ね。来週ね。来週楽しみにしよう。楽しみにしよう。来週車飛ぶの楽しみにしよう。これはどうですか。僕以外ダメですか。一番笑ってた。一番笑ってた。生えた。はい。ということは、ここを二人ってことですかね。いやだよ。いや、じゃん負けにしよう。そうしよう。エマさんとリュウタくんが。これは俺が負けない。じゃん負け。両者並みで。ちょっと初めてだ。僕、じゃんけんする前に。あと2分なの。あ、じゃあ、早くやりたいの。はい、最初はグじゃんけんぽい。あいどうでしょう。そうなんないとね、やっぱりね。やっぱこう、やっぱこうですよ。はい。告知をさせていただきます。はい。もう、はい。はい。
ちょっと誰か告知して。はい。4月の11日から15日、はい、中野区の野方区民ホールにて行われます。異次元シンデレラと3人の御曹司が、全5日間、5日間の10公演開催されます。はい、現代版のおとぎ話のねシンデレラを、現代版にアレンジさせた物語となっていて、はい、笑いあり涙あり、キュンあり盛りだくさんの舞台でございますので、はい、皆様ぜひご来場お願いします。はい、ということで最後、はい、締めてください。来いよ、はいはい、来いよみんな舞台締めてください。はい、はい、次回の放送は、はい、3月の23日、はい、お昼の13時から、はい、13時50分です。見てください。はい。はい。最後。最後。はい、罰ゲーム。お願いします。あと、もう、もちろん、なんて言えばいいの？しっかり。なんて言えばいいの？あと10秒、10秒、10秒、10秒。告白ですよね。はい。好きです。